様の正確な情報網によれば、この集落でブラックエイムと対峙しながらここのタワー攻略を行っている空乙女がいるそうです。ブラックエイムと戦えるほど強力な空乙女を仲間にできれば、これからのタワー攻略もはかどるわ。力を持ったたくさんの空乙女グループがタワー攻略に挑戦していますが、まだ誰もタワーを攻略できていないようです。強力な統率力と破壊力を持つブラックエイムでさえ何度も挑戦しているわ。司令官はお酒が飲みたいだけです。この世界では限られた資源の奪い合いをしているので、この地域での最高級の飲み物です。水です。司令官様が銀貨をたんまり持っているからいい思いをさせてやる、俺についてこいって言っていましたです。人たちが貴重な水を盗んだのですね。美里的には絶対に許しませんから、処刑。無銭飲食する皆さん同じような言い訳をしますね。私たちはブラックエイムを倒すためタワーを攻略しに来たの。それにこの町のタワー攻略に挑んでいる空乙女がいると聞いて会いに来たのよ。うんうん、美里だ美里だ。その超かわいい空乙女ですが、それと無銭飲食は別の話です。美里的にはこの町のリーダーとして犯罪は見て見過ごせないのです。処刑。えへん、見て聞いて驚きなさい。この男は空乙女のコマンダーよ。あなたはまだタワーが攻略できていないみたいですね。この世界の空乙女は個々の主義主権のためアームズの能力に頼り戦い資源を奪い合っています。アームズの能力を熟知して最適な戦闘指示を出せる人間はコマンダーと呼ばれ、空乙女の力を何倍にも向上させることができます。今やアームズの特性戦術理論を熟知している人間はこの世界に両手の指を数えるくらいしか存在しないわ。そして空乙女はコマンダーとの信頼関係を高めることでその能力を最大限に引き出すことができるようになるわ。姉様大変。司令官様はそこまで信頼できる人物のように見えません。泥棒の始まり、情状酌量の余地はないですね。処刑処刑。さあ、あなたどうするの？今、コマンダーと一緒に戦えばブラックエイムとの互角以上に戦えてタワー攻略もできるわよ。姉様、急ぎましょう。所詮大した主義主張もなくタワーに挑むことさえしていなかった空乙女です。タマたちだけで何とかしましょう。ミサトはミサトはいいでしょう。タワーは今日も攻略予定でしたし、このままブラックエイムを追
いかけ、あなたがコマンダーでなければそのまま戦場に降臨して、美里は戻ってくるだけです。一網打尽です。撃ち落とす。一網打尽です。はーい、刺繍より簡単ね。こんなところで撤退なんて。刺繍より簡単ね。本気を見せるわよ。本気を見せるわよ。殲滅です。付き合い刺繍より簡単ね。撃ち落とす。一網打尽です。はーい、かなうまい。撃ち落とす。刺繍より簡単。一網打尽です。刺繍より簡単。はーい、デッキ殲滅です。刺繍より簡単ね。刺繍より簡単。撃ち落とす。刺繍より簡単。付き合い一網打尽です。はーい、刺繍より簡単。撃ち落とす。一網打尽です。はーい、刺繍より簡単ね。刺繍より簡単。撃ち落とす。一網打尽です。刺繍より簡単。はーい、かなうまい。刺繍より簡単ね。本気を見…刺繍より簡単ね。本気を見…刺繍より…撃ち落とす。一網打…はーい、刺繍よ…刺繍より簡単ね。お兄ちゃん、これで期待に応えられるくらい強くなれましたよ。調子で残りのタワーも攻略していくわよ。